コンフィデンスマン JP は2018年4月9日から6月11日までフジテレビ系月ツ9はにて放送されたテレビドラマである。主演は11年ぶり月9主演の長澤まさみで月9単独主演は初めてとなる。第9話ラストで映画化が発表され2019年5月17日に公開された。また時系列としては映画の後日単となる。 SP ドラマ、運勢編が映画公開翌日の2019年5月18日に、富士テレビ開局60周年特別企画として放送された。また映画公開前にドラマ、コンフィデンスマン JP のスピンオフミニドラマとして、コンフィデンスマン IG が5月13日から17日まで、富士テレビにて小屋連続で放送された。スーツ、スーツ2が、 同枠で2020年4月13日から放送されており、月9ドラマ枠の歴代最長話数を超えての放送回数となる予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、4月27日に予定していた第3話以降の放送が延期されることになった。代替番組として、4月27日と5月4日は、コンフィデンスマン JP 傑作性を放送した。 また、当作品は、古沢の脚本をもとに、日本版、JP に加え韓国版、コンフィデンスマン KR、中国版、コンフィデンスマン CN の同時制作が決定している。コンフィデンスマンのダーシ、ボクちゃん、リチャードの3人が、悪徳企業のドンやマフィアのボスなど欲望にまみれた金の亡者たちから、あらゆる手段を使って金を騙し取る。様々な手口を使い、 悪徳な方法で大金を稼ぐ者から巨額の金を騙し取る詐欺師たち。ただし、決してただの悪党や犯罪者ではなく、お魚は弱者に不利益をもたらす悪徳商法のほか、反社会的組織の人間と結託したい方行為等で巨額の富を築いたトップがほとんどであり、基本的に一般人には手を出さない。また、 騙したターゲットに潰された店等に手に入れたお金を寄付する等、義族的な一面も持つ。三人の中の起手として、万が一、命の危機に陥る事態が起こっても助け合わないというものがあるが、結局は事前に仕掛けていたトリック等で助け合っている。また、多くの子猫ちゃんたちと呼ばれる手下を抱えており、手に入れた金の一部を報酬として受け取る代わりに、 ターゲットの情報収集からエキストラ、直接近づいての入れ値へと、様々な形でサポートをする。ただし、会によっては、これが要因で、ターゲットから強奪した大金が経費とかし、ダー子たちの取り分がない時もある。コンフィデンスマン JP ロマンス編は、フジテレビジョン開局60周年記念作品として、2019年5月17日に公開された。監督は、 田中亮脚本は、ドラマと同じく、古澤良太。香港を舞台にし、日本、香港で撮影が行われた。ドラマ第9話の最後で映画化が発表された。2018年10月4日、主要キャストがクランクアップした。キャストスタッフ受賞、コンフィデンスマン JP プリンセス編は、2020年7月23日に公開された。8月28日、 興行収入が前作、ロマンス編の29.7億円を超え、30億円を突破したことが明らかになった。本作は2019年6月6日に東方シネマズ・日部屋で行われた映画第一作の大ヒット五霊舞台挨拶の席で制作が発表され、2019年12月3日にフジテレビマルチシアターで行われた子猫ちゃんたちの集い令は元年。 大反省改編で正式タイトルと新キャストが発表された。主な撮影はマレーシアのランカウイ島で行われた。当初は2020年5月1日に公開予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で公開延期となり、6月11日に YouTube の東方ムービーチャンネルで公開された特番コンフィデンスマン JP を目覚めテレビ編の中で新たな 公開日が発表された。なお、2020年7月18日に、ジェシー役の三浦春馬が急成、本作がシリーズ最後の参加作品となった。また、9月27日には、スター役の竹内優子が急成、本作が遺作となった。キャストスタッフ受賞、コンフィデンスマン JP、英雄編は、2022年1月14日に公開される予定。 マルタ共和国のマルタ島が舞台であり、撮影はマルタ島及び和歌山県のポルトヨーロッパで行われた。キャストスタッフ、コンフィデンスマン KR と題して、古澤良太の脚本をもとに、KBSKDB 関流コンテンツファンドが出資するスタジオインビクタスにより日本版と同時制作される。コンフィデンスマン CN と題して、古澤良太の脚本をもとに、 中国の大手製作会社により日本版と同時制作される。テレビドラマ映画、コンフィデンスマン JP ロマンス編マイナスに関するカテゴリー、コンフィデンスマン JP プリンセス編マイナスに関するカテゴリー、コンフィデンスマン JP 英雄編マイナスに関するカテゴリー、ありがとうございます。